イギリスのカウンティは国の地方区分の一つで、その歴史的起源は中世までには確立していた地方行政単位にある。古代のカウンティが現代の地方行政を担うようになっているところも、あればカウンティレベルの行政体と考えられている単一システムで置き換えられているところもある。ドゥームズデーブックのカウンティイングランドでは、カウンティはイングランドの歴史的カウンティに基づいた 地方区分として現用されている。過去2世紀間の議会での立法により、カウンティ教会は変更され、さらに1889年には行政、カウンテー及びカウンティバラが作られた。この変更以前から存在するカウンティやその教会は、古代カウンティ、歴史的カウンティ、伝統的カウンティなどと様々に呼ばれている。現在の構造につながる変更は、 1963年ロンドン政府法に基づき、クレーターロンドンが創設された1965年に始まった。1974年には、行政カウンティとカウンティバラが廃止され、都市カウンティと人都市カウンティで置き換えられ、境界が大きく変更された。1990年代には、単一自治体がカウンティとディストリクトの機能を兼ねたものとして創設された。 スコットランドやウェールズと異なり、イングランドのカウンティレベルでの行政機構は混合形態になっている。地方長官任命に対応したイングランドの地域は天令カウンティと言われる。スコットランドのカウンティスコットランドでは1889年のスコットランド地方行政法で創設された地方行政カウンティは1973年の スコットランド地方行政法により1975年に廃止され、リージョン、ディストリクト、当初カウンシル地域に置き換わった。リージョンとディストリクトは1994年のスコットランド地方行政法により廃止され、単一スコットランドカウンシル地域で置き換えられた。1889年法はカウンティカウンシルを創設し、各シビルカウンティを連続した。 地域化を行い、シビルパリッシュがカウンティ協会をまたいだり、他のカウンティに飛び地がある場合には協会を調整した。ロスとクロマティの2カウンティは、ロスクロマティに統合された。1975年に作られたリージョンの一つと、様々なディストリクトは、かつてのカウンティと似たような区画であり、1996年に作られた様々なカウンシル地域も同様であった。 三つのうち二つの当初地域、オークニーとセトランドの境界はかつてのカウンティと同じである。スコットランドでは登録カウンティが現在でも使われている。地方長官任命に対応したスコットランドの地域は長官任命地域と呼ばれる。ウェールズの歴史的カウンティウェールズの歴史的カウンティは1535年に法廷とされた。 ウェールズの行政カウンティはこれに基づき1889年に創設された。1974年には全く異なる行政体を用いる行政体系が作られたが、1996年には廃止され、以降ウェールズ全土は単一自治体に分割されている。地方長官任命に対応したウェールズの地域は1974年に定められた。 カウンティに基づいており、ウェールズの保存カウンティと呼ばれる。北アイルランドの6つの歴史的カウンティはもはや、行政目的では使われていない。ベルファストとデリー、ロンドンデリーの2つのバラとともに、これらカウンティは政府内の管理目的やビジネス、スポーツクラブなどで利用されている。北アイルランドのカウンティはすべて歴史的地域であるアルスター地方に含まれている。 カウンティの名称変更は、コールライン県からロンドンデリー県への一県のみである。ありがとうございます。